こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今回ですね、話す内容はなんとですね、婚活バスツアーあったじゃないですか。あれがですね、この緊急事態宣言、まあ、31日まで延長ということで、それが影響しまして、災いがね、影響しまして、なんと婚活バスツアー中止となりました。で、払い戻しのメールの案内とまた違う地域に振り替えっていう案内も来まして、でどうしようかなと。で、6月はやるかはね、またでも緊急事態宣言がさらに延長とかになったら中止になっちゃうんで、返金にしてしまって、まあでもそれで終わりじゃないですよ。前回の動画で言ってました、女性が高くね、参加費払うパーティーという業者があるんで、そこへまあ、登録しましたよと。プロフィールをね、登録しましたよって話をしましたけど、まあ、そこの話をね、して、実際、参加できるところがありましたんで、そこへ行きますよという形になります。で、いつかっていうのは多分今週末になるかなというところですね。で、前回ね、視聴者さんの方がそこへ、パーティーにね、参加して、カップリングになったというね、お話をしました。で、ただね、その中でネックなのが、年収が低い人は参加できないというね、パーティーがあるわけですよ。で、やっぱりね、常に参加できないかもしれないですけども、質的にですね、どうも、その女性無料だとか500円、ワンコインとか舐めてるよね、非常にね。そういうところはですね、なるべくちょっと避けたいなっていう思いもあるんですよ。で、じゃあ、どういうふうに、それで、まあ、低い年収だけど入れるパーティーがあるんで、そこ行ってみて、じゃあどうなるのかと。本当に打ちひしがれて誰からも選ばれなくて終了ってパターンなのか、それともね、そんだけの年収なんだけど別にね、他は何ともないやーで選んでくれるのかよく分かりませんけれども、それでどうなるかちょっと試しでね、行ってこようかなというふうに思っております。で、女性の方が年収300万以上で自立されている方という条件がついてますんで、男の方はとにかくそこはね、それはね、あれかな、3つ、何々または何々何とまたは何々ということで、ちらっと言いましたけど、身長170センチ以上、または年収550万以上、または正社員っていう感じなんで、2つ、ね、クリアしていますよっていうことを言ってましたよね。だからまさにそこです。そこの2つはクリアしてるんで、まあ、年収だけがね、ちょっと100万足らないという形になりますんで、まあ、どうなるかなというところで、まあ、チャレンジですね、チャレンジです。で、婚活自体もやっぱりね、女性の、いつもね、言ってた LINE で、タイムラインでね、いつも面白おかしく読ませていただいてるんですけど、そちらの女性もやっぱりもう婚活今疲れちゃったと。逆もそうなんですよ、しっかりなんですよ。男もろくでもないのが、まあ、いっぱい来たと。まあ、なんていうのかな、安いアプリでやってますから、まあ、それなりの人しか集まらないと思うんですよ。で、やっぱり自分自身がそういうふうに低レベルだから、低レベルの男を呼ぶんじゃないかっていう反省もあったんですけど、まさにそれは一理あると思うんですよ。自分もだから低レベルな男だから低レベルな女性しか来ないよっていう、ね、話になってることもね、100も承知です、それは。だから今こうやってトレーニングもやったりとか、いろいろ年収はもう一気に変えられることないじゃないですか。今コロナ禍の中でここで転職とか考えるのはバカの、ね、頭の悪い男の愚の骨頂なので、そういうことはしませんけれども、じゃあその以外のもので何かやれることはないかというところで、やっぱりただ単に痩せてればいいってもんじゃないじゃないですか。だからそこは健康的でスタイルもよく、ね、その年齢には見えないっていう風にもうなるしかないじゃないですか。で、このね、命の砂時計っていうのは皆さん平等に減ってるわけですよ。どん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 なくなっていくわけじゃないですか。それとともに商品価値がどん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 落ちてくるわけですよ。で、その年齢を止めるということはできませんので、1年1年が不利になっていく条件の一つになってきますから、それでも同世代よりか体が動くとか、そういったスタイルがいいだとか、そういう他の面でもうやっていくしかないと。付加価値で勝つというか、まあ、勝負に、ね、ライバルに、相手を非難というかね、まあ、男だったら女の人をバカにするとか、女の人が男を見下すだとか、そういうのをもう醜い争いではなくって、同じ同性の中で、
一つ頭を抜きんでる形に持っていくしかないのかなというね。まあそれは前からそれはね言ってましたけども、まあ分かんないよ、どういう形になるか、相手ありきのことになるんで、まあどうなっていくか分かりませんけど、とりあえずは今、身を引き締め、そしてそうすると表情とかも変わってくるわけで、生き生き してくるとか、そういうのがまた違ったオーラが現れてくるんじゃないかなというところで、やらないよりかはやった方がいいというね、まあ、常に言ってますよね。だからやらないよりはやった方がいいよっていうところで、まさにその言葉通り動くと。だから高い金出して健康器買って、で自分の実際このね、まあ歪んだちょっとわがままボディになりかけているところを直していこうというふうにね思ったわけですよ。まあこういうのをやらないよりかやった方が絶対いいわけなんで、それとあと服装もちょっといつもと変え、ね、違って変えてみるとか、あとは髪の色も少し変えたんですよ、実はこれね。かぶってるから分かんないけど、真っ黒だったんですけども、でどうもブラウンにねしてるんだけど、アッシュブラウンにしてるんだけどね、黒なんですよ、どう見ても。じゃなくてもうちょっと、まあ、白髪もねありますから、どっちからしいんですよ、明るい色でぼやかすか真っ黒にぎっちり染めるかっていう二択しか、美容師さんに聞いたら2択ぐらいしかやることがねもうできないんですよと、白髪の場合っていうのはね。で自分はね横とかは白髪が多いので、トップは全然ほとんどあまり白髪なかったりするんで、まあでもじゃあ明るい方で行ってみましょうかということで、まああえて、少し明るめの茶色の方で、髪の毛の方は今染めております。まあ襟足とほら周りは刈り上げですっきりさせてますので、また美容室の方ね、定期的に行ってますので、その辺はまたちょっと髪型今度変えてもらってとか、やれるところからまずね、やれるところからまずやっていこうかなというふうに思っております。でアプリの方は本当にね厳しい条件で、年収550万、年収600万、年収1000万という男性しか参加がほとんどできないところで、まあ一回行ってみて勝負になるのかというところで、勝負を、戦う場所をちょっと変えてみてという形を考えています。まあいろいろとね視聴者様からの方もね情報もいただいたりということで、アドバイスもねいただいてますんで、まあそのねちょっといろいろと試しながらやっていきたいなというふうにね考えてますね。皆さんもこうご期待していただけたらいいかなと思います。まあもちろん遊びの動画もやっていきますんで、ちょっと今ねコロナ禍の中でなかなか動きの制限とかがありますんで、ちょっとまたね退屈な動画になっちゃって申し訳ないんですけども、頑張っていきますんで、見てください。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。